吉田智恵さん。日本維新の会の吉田智代です。ただいま議題となりました医薬品・医薬機器等の品質有効性および安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案について会派を代表して質問いたします。2022年1月からのオミクロン株による感染急拡大、いわゆる第6波がようやく峠を越え、新型コロナウイルス新規陽性者数も減少傾向が続いています。また3月21日をもってまん延防止等重点措置も終了いたしました。岸田総理にお尋ねします。本年1月9日から実施され延長を重ねたまん延防止等重点措置は感染拡大防止にどの程度効果があったのでしょうか。何人程度の感染者数、重症者数、死亡者数を減らすことができたのか、大まかな数字で結構ですので明確にお答えください。この2年を超えるコロナ禍において国民は何度も人流抑制などの感染拡大防止に努めてきました。その一方で高齢者においては行動制限により、いわゆるフレイルと呼ばれる虚弱状態がさらに進行することで要介護状態がより悪化することが指摘されています。また高齢者、若者にかかわらず社会的な孤立や経済的な苦境から残念ながら自殺に至る方もおられます。いわゆるコロナ禍とは新型コロナウイルスそのものの脅威だけではなく、政府が取る新型コロナ対策が引き起こしている面もあるかと思いますし、その傾向はオミクロン株に置き換わって以降ますます大きくなっていると思います。新型コロナウイルスをむやみに怖がるのではなく、その時々の新型コロナウイルスの特性に合った対策を機敏に取ることができるようになれば、コロナ禍を克服できると日本維新の会は考えています。コロナ禍を終わらせる方法の一つとして、日本維新の会は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを5類感染症または5類感染症相当へ変更することを提言してまいりました。本年1月20日の衆議院本会議での代表質問において、我が党の馬場伸幸共同代表が岸田総理に感染症法上の位置づけについて質問をしたところ、岸田総理はこう答弁されました。オミクロン株の感染が急拡大している中、今このタイミングで感染症法上の位置づけを変更することは現実的ではないと考えていますが、変異を繰り返す新型コロナの特質をしっかり考えた上で、今後の感染状況等も踏まえ、厚生労働省の審議会等において専門家の意見を伺いながら議論してまいりたいと思います。オミクロン株の感染急拡大は峠を越え収束しつつあります。今こそ感染症法上の位置づけの変更について議論を始めるべき時だと考えますが、岸田総理の見解をお伺いします。もし今もまだ議論を始めるタイミングではないとされるのであれば、一体いつになれば議論が始められるのでしょうか。そもそも岸田総理の頭の中に新型コロナウイルス感染症を5類感染症あるいは5類感染症相当にするという考えは終わりでしょうか。感染症法上の位置づけは科学的なデータを踏まえて論じられるべきものです。もし5類感染症にするお考えがなければないというご答弁でも構いませんし、
もし少しでもその考えがあるのであれば、新型コロナウイルス感染症が5類感染症となりうる基準を明確に示すべきと考えますが、岸田総理の見解をお伺いします。新型コロナウイルスのオミクロン株が主体となったいわゆる第6波では、これまでの感染拡大と比較して致死率や重症化率は減少しました。一方で先日厚生労働省アドバイザリーボードにおいて、オミクロン株の致死率が季節性インフルエンザよりも高いとする分析が示されました。しかしその分析を見ると、季節性インフルエンザの致死率が 0.01% から 0.05% ほどだった一方、オミクロン株の致死率は 0.13% ほどでした。確かに季節性インフルエンザの致死率よりもオミクロン株の致死率は高い数値であります。しかし感染症法上2類感染症に位置づけられ、新型コロナウイルス感染症と同じくコロナウイルスが病原体とされている重症急性呼吸器症候群 SARS の致死率は約 15% 程度、中途呼吸器症候群 MERS の致死率は約 35% 程度と推定されております。オミクロン株に季節性インフルエンザの約3倍の致死率があるとしても、2類感染症である SARS の約115分の1、 MERS の約270分の1に過ぎません。致死率で見ればオミクロン株は2類感染症である SARS や MERS よりも5類感染症である季節性インフルエンザに近いことは明らかです。ウイルスに変異のリスクがあることは季節性インフルエンザでも同様であります。オミクロン株について5類感染症または5類感染症相当とすることができない科学的な根拠をお伺いします。新型コロナウイルス感染症を感染症法上5類感染症に位置づけることこそが社会活動を正常化させるには必要不可欠です。新型コロナウイルス感染症の管理を積極的疫学調査による感染者発見と自宅待機等の行動抑制による早期発見早期隔離を目的とする保健所から、早期発見早期治療を第一の目的とした地域包括ケアシステムに移行させることこそが多くの患者さんを助けることにつながります。岸田総理におかれましては、新型コロナウイルス感染症を5類感染症に位置づけることの必要性とメリットを熟考していただきますようお願い申し上げます。次に法律案に対する質問に入ります。今回の政府案による医薬品等の緊急承認制度の創設は、国内製薬企業による新薬実用化にどの程度寄与するのでしょうか。新薬の実用化には基礎研究等の開始から製造販売、市販後の安全対策、副作用、副反応の被害の救済に至るまでさまざまな段階があります。今回の政府案によって実用化が加速される部分は、そのさまざまな段階のうちの一部に過ぎません。この政府案により新薬実用化がどの程度加速されるのか、具体的にお答えください。新薬実用化に携わる関係者からは、審査手続きに要する期間の短縮よりも創薬の初期段階である基礎研究前臨床段階への支援を求める声があります。そうした声に応えるべきではないでしょうか。基礎研究や全臨床段階への支援について政府の取り組みを伺います。臨床研究へのサポート、特に治験の参加者を集めるなど治験を実施するための環境整備を求める声もあります。以前より我が国では諸外国と比べて治験参加者を集めることに苦労するとの指摘があります。我が国では治験イコール人体実験
といったネガティブな感情があるのに対し、海外では治験への参加は最新の医療に接するチャンスであり、社会貢献にもなるとポジティブに捉えられているといった差があるとの指摘も見られます。政府は国民の治験に対する意識を改善し、治験参加へのインセンティブを高めるべきと考えますが、見解をお伺いします。また政府案では緊急承認された医薬品について、原則として緊急承認から2年以内に再び薬事承認を得ることとされています。そしてこの2年間に安全性、有効性について確認できない場合など、承認を維持することが適切でないことが判明した場合には、速やかに承認を取り消すこととされています。しかし緊急承認とはいえ、一度承認がされてしまえば、その取り消しについては行政にはためらいが生じるのではないでしょうか。そしてその結果、行政は2年間の期限到来を待ってしまうことはないのでしょうか。有害事象の発生を迅速に収集する仕組みをどのように構築し維持していくつもりなのか、また速やかに承認が取り消されるのはどのような場合なのか、具体的にお答えください。緊急承認における有効性、安全性の判断について、安全性は特例承認等と同じく安全性が確認されることが求められ、有効性は推定で良いこととされています。しかし特例承認され、安全性が確認されたはずの新型コロナワクチンにおいて、接種後に1500名以上の方が亡くなったことが副反応疑い報告制度を通じて報告されており、また多くの方がワクチンの後遺症が疑われるような症状に悩まされております。仮に緊急承認されたワクチンについて、現状の新型コロナワクチンと同様の状況が生じたとしても、当該ワクチンの安全性は確認されたことになるのでしょうか。明確な答弁を求めます。2021年2月17日の新型コロナワクチン接種開始日から2022年2月20日までの間に、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種ワクチン分科会副反応検討部会の資料では、新型コロナワクチン接種後の死亡と報告された事例は1513件であり、これらの分析の結果は3つのカテゴリーに分類されております。アルファ、ワクチンと死亡との因果関係が否定できないものは0件、ベータ、ワクチンと死亡との因果関係が認められないものは10件、ガンマ、情報不足等によりワクチンと死亡との因果関係が評価できないものが1503件となっています。新型コロナワクチンの安全性に対する国民の不安要因の一つに、ワクチン接種後の死亡事例の評価について、その1513件中1503件、つまり約 99.3% が情報不足等により、ワクチンと死亡との因果関係が評価できないとされていることにあるのだと思います。この亡くなられた方1513名のうち、病理解剖された方は何名おられるのでしょうか。また接種後、死亡者のどのような情報があれば情報不足とはされないのでしょうか。厚生労働大臣の答弁を求めます。今回の法律案は、日本国内における緊急時の医薬品等の供給には一定の役割を果たすことが期待されると同時に、政府の取り組むべき課題が山積していることを示しているとも言えます。日本維新の会は、一日も早く新型コロナウイルス感染症を克服し、社会活動を正常化させることに全力を尽くすことをお誓い申し上げまして、私の質問を終わります。
内閣総理大臣岸田文雄君。吉田智代議員のご質問にお答えいたします。まん延防止等重点措置の効果についてお尋ねがありました。まん延防止等重点措置を含む感染対策に取り組んだ結果として、飲食店でのクラスターが減少したほか、病床をはじめとする医療体制がしっかり稼働し、全国的な感染状況が改善したなど、その効果が出たものと考えております。しかしながら、感染者数や重症者数等を減少させる要因としては、まん延防止等重点措置のほか、ワクチン接種や治療薬など、さまざまなものが考えられることから、重点措置の効果だけを取り出して、定量的にお示しすることは困難であると考えております。新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけについてお尋ねがありました。5類感染症への変更には、感染力及び罹患した場合の重篤性に基づく総合的な観点から、危険性が高くない等の要件に該当する必要があります。新型コロナウイルス感染症については、オミクロン株であっても致死率や重症化率がインフルエンザよりも高く、さらなる変異の可能性もあります。こうした中、新型コロナウイルス感染症を5類にした場合、例えば健康状態の報告把握や外出自粛等の要請入院措置ができなくなるので、現時点では国民の命を守るという観点から現実的ではないと考えております。今後しばらくは最大限の警戒を保ちつつ、必要な科学的な知見を引き続き収集し、今後の感染状況等も踏まえて、政府において専門家の意見を伺いながら、現在も議論をしておりますし、議論を続けていきたいと考えております。そして緊急承認制度の創設と新薬の実用化についてお尋ねがありました。緊急承認制度は、安全性の確認を前提に、有効性が推定された段階で迅速に薬事承認を与える仕組みです。その効果は、個々の医薬品等の性質等に応じて異なりますが、例えば国内で開発された治療薬の場合において、第3層試験が完了していない段階の限定的なデータに基づいて、承認の判断が可能な事例があると考えております。また新薬実用化に向けては、研究開発への支援のほか、国内外における治験費用への補助など、実用化を加速するための支援も実施しているところであり、国民の皆様により早く必要な医薬品等をお届けできるよう、引き続きしっかりと取り組んでまいります。残余の質問については、関係大臣から答弁をさせます。厚生労働大臣、後藤茂之君。吉田智代議員のご質問にお答えいたします。創薬の支援についてお尋ねがありました。創薬の実用化に向けては、基礎研究や前臨床段階における支援が重要です。そのため、厚生労働省としても健康医療戦略に基づき、日本医療研究開発機構 AMED を通じ、関係府省一体となって研究開発の早期フェーズへの支援を企業やアカデミア等に対して行ってまいりました。引き続き創薬の研究開発支援にしっかり取り組んでまいります。国民の治験参加の促進についてお尋ねがありました。治験の推進にあたっては、患者にとって最新の治療を受けることができ、
医療の発展に貢献できる制度であるとの理解を深め、患者、国民の参画を促進することが重要であると認識しています。このため、患者の皆様を対象としたウェブサイトによる普及啓発や、実施中の治験情報に関するデータベースの充実に取り組んでいるところであり、患者、国民の理解がより深まるよう、引き続き取り組みを進めてまいります。試案後安全対策及び承認の取り消しについてお尋ねがありました。緊急承認された医薬品の市販後の安全対策を徹底するため、製造販売業者に対し、医薬品のリスクに関する情報を収集する等の目的のため、医薬品安全性監視計画を策定させることとしています。また、収集した情報は、審議会の累次の開催等により、専門家に評価を受け、これを踏まえた安全対策措置を実施します。こうした取り組みにより、市販後安全対策に万全を期してまいります。その上で、緊急承認制度は、あくまでも緊急時の対応であることから、一定期間内に有効性等が確認できない場合等、承認を維持することが適当でないことが判明した場合は、速やかに承認を取り消すことといたします。緊急承認制度における安全性の考え方についてお尋ねがありました。医薬品については、効果、効能を有する以上、一定の副作用が発生することは避けられず、その頻度や程度について、治験等を通じ確認し、ベネフィットがリスクを上回る場合に承認しています。こうした考えのもと、新型コロナワクチンについては、人種差や地域差も含めて、大規模な検証的臨床試験のデータから、日本人の安全性を確認し、特例承認を行ってきたものであり、緊急承認制度においても、同様に安全性を確認してまいります。なお、新型コロナワクチンの市販後の副反応が疑われる症状については、常に情報を収集して、定期的に開催している審議会において評価を行っておりますが、接種後の死亡例や、いわゆる後遺症のような症状については、現時点において、ワクチン接種と因果関係があると確認されたものはなく、ワクチン接種によるベネフィットはリスクを上回るとされております。新型コロナワクチン接種後の死亡事例とその因果関係についてお尋ねがありました。直近の審議会でワクチンとの因果関係の評価を行った1513件の新型コロナワクチン接種後の死亡事例のうち、病理解剖を含めて解剖されたことが報告された事例は143件です。ワクチン接種後の副反応疑い事例の評価にあたっては、医療機関や製造販売業者から情報を収集しており、特に厳密に評価する必要がある疾患については、個別調査表を作成し、より詳細な情報収集を図っていますが、偶発的なものも含め、起こりうる症状が様々であることから、一概に因果関係の判断に必要な情報をお示しすることは困難と考えております。伊佐真一君。